んにちは、チャンシーです。今日は5月の20日と21日にラウンド配信内で戦った影について対策の考察をしていこうと思います。対戦動画反省会の模様は上のリンクで配信してますので、こちらの方もご覧いただけたらと思います。今回影の対策については3回4回に小分けして考えていこうかなと思います。今日は流走客必殺技キャンセルの後の中強流走への対策と、前投げ後に流走客重ねられてしまったので、その状況の整理をしていこうと思います。はい、影の中足流走客ですね。中と強今レコードしているのですが、中盤が発生18フレガードでマイナス2で、強盤が発生26フレのガードしてメガがマイナス3、まあ、強の流走客を割り、入れられてしまうと、まあ、攻め継続の起点になりやすいので、これの対策は、まあ、よく言われているのがパチ打撃ですね。中盤をガードするタイミングで技を入れていくと、こんな感じですね。この連携ちょっとしっかり練習しておかないと、中流走がカウンターになると、4フレということでコンボがつながってしまいます。強流走に関してはプラス7ということで、かなりあのフレーム的に有利取られてしまうので、しっかりタイミングは練習しておきましょう。暴れが通ると基本的にはカウンター状態になるので、カウンターであればしゃがみコパンから中パンにつないで、ジャグブラストであったりとか、タチコパからカウンターして中パンにつなげるというのもできます。他にもですね、 V リバーという方法も取ることができます。こんな感じで V シフトを取ることもできます。次ですね、前投げの後、まあ、プラス9取れるんですけど、その後に流走客重ねられましたが、これは完全に、埋まってないです。暴れが通りますね。状況としてはかなり投げた後近くなるので、まあ、その後の技重ねっていうのは怖くなるので、まあ、技重ね読めるんであれば V シフトが安全かなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。今後もこのような反省動画や対戦動画の方をアップロードしていきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。